になるんですね。ちょっとクライマックスシリーズまだ先になりますが、はい、オリックスの準優勝ですから非常に必要です。さあこの後6時からは岩本プロのワイドショー、皆さんからどちらの状態をワイドリー対象をどちらの状態
ですね。で、村のところに乗ってきボタンがね、いいですね。で、下はガンちゃんの好きな、はい、どうぞガンちゃん、ハッタンですよね。もしかしてハッタン、ハッタンですよ。今日放送終わったらすぐあの休憩室に来てください。ガンちゃんも来ればいいんじゃない。そうですよ。なんか待ってくれる？で、ガンちゃん、なんでさ、こういう感じの時いつもいないんですか？9時半まで待ってくれる？ほんと終わってますよ。もうとっくに終わってますね。はい。もう待っといてくれへんね。で、ガンちゃん、ほんと縁がないですね。ちょっと写真撮っといてよ。まあ、気が向いたら撮ってみよう。ちゃんと全身のいいね。
選手の時にさ、うん、キャンプで以前はその先輩に部屋ごとしてくっついて、はい、二重生活の空気に入れたりとかさ、はい、お風呂にお湯張ったりとかそういうのを勉強の一環でやってたのね、はい、ですごい怖い先輩と同じ部屋 で、うん、で夜寝る前になったら、もうテレビ見ながら雑誌見ながらお前ゆっくり出ようって言われてはいってゆっくりしてたのね、はい、これ雑誌読んでたらその雑誌に夢中になって、はい、自分が今どこにいるのかわからないようになって、はい、もう瞬間って怖いね、はい、どうして平行ってことI'm sorry.
く用意するというその気持ちと、はい、で本当にそこにはハートが持ってた、うん、もうそのきっかけを残すのは普段言えないことじゃないですか。
高校からそしたらもうできる日やんか、まあ、あのバレンタインと一緒にね、でそこで下も誕生日がこうそこにあるっていうのは今までロマンチックなのに7月7日、7月7日を過ごしてきた方の子やんか、これもうこれ質問するわ、うん、はい、うん、これ質問させてもらっていいですか、近くの出口で上下同士の事故があり、渋滞は基本管理を引き回り、